成功するためには成功するまで続けることである。園長の子供のまーちゃんです。はい、成功のお言葉ということで、前回本当の勉強とは何か、自問しましたか。はい、不況や試験はかや いずれやってくる、緩みは何か、備えは万全かということで、前回やりました。はい、今日は全身全霊ということで、いささか厳しい言い方をすれば、本業に全身全霊を捧げてそこに学びが湧いてこないというようなことでは、その本業から去らなければならないという見方もできると思います。能力の問題ではありません。それに全身全霊を打ち込む喜びを持つか持たないかの問題です。力が及ばないという人はたくさんあると思います。しかし及ばないなりに一心に打ち込むならば、その姿は誠に立派なものであると思うのです。そういう姿が人に感銘を与え、人を動かすことになります。そこに知恵と力とが集まって成果を生むことができるようになってきます。ところがそういうものがなかったら、いくら力があったとしてもそれだけにとどまって大きな成果は上げられないと思います。ですからそういう意味で、本業に全身全霊を打ち込んでなお興味が湧かないというのは許されないことだと言えましょう。ということで、自問自答は、これが自分の本業だと言い切れないのはなぜか、全身全霊を打ち込んでことに当たることに未だ足らざるものがあるからではないかということを自問自答してみてください。それで見つかれば幸せが手に入るってことですね。いいことですね。はいはい。次、3年はかかる。やっぱり3のつくものってそうですよね、何事も。最初はつまらないと思えた仕事でも、何年間かこれに取り組んでいるうちにだんだんと興味が湧いてくる。そしてそれまで自分でも気づかなかった自分の適性というものが開発されてくる。そういうことがよく起こり得ます。つまり仕事というものはやればやるほど味の出てくるものだということです。噛めば噛むほどみたいな感じですね。そしてそうした仕事の味が多少とも分かっているようになるまでには、維新の上にも3年のことわざ通り、やはり普通は3年はかかると言えるのではないでしょうか。昔私の若かった頃には、入ってすぐに辞めるというような人は今日に比べて少なかったように思います。それは一つには仕事の種類自体がそれほど多くなかったということにもよるでしょう。しかしそうしたこと以上に、先輩やいろいろの人から石の上にも3年のことわざをたびたび聞かされ、また自分でもそう言い聞かせて我慢をし辛抱をした。そのうちにだんだんと仕事の味、仕事の喜びを見出すといったことではないかと思います。私は昔も今も仕事の形は変わっても、その本質には何ら変わりはないと
思いますと。自問自答は最低3年と後輩に言い聞かせるだけの人生を自分は果たして歩んできただろうか、仕事の味を分かっているだろうか、というこの2つのことを自問自答してみてください。はい。ちなみにですけれども、私のお笑い、以前やってた、はい、お笑いは、3ヶ月です。3ヶ月で人を笑かすことができなければ、自分が悪いか、相手が悪い、要はコンビの関係性が悪いのか、うん、そうね。それか、あとは能力がないのか、っていう、そういうものがあるのでね、3ヶ月過ぎても同じようにダラダラやってるっていうのはね、なんていうんですかね、上に行かないっていうか、うん。で、ちなみに私が社会人に入って、基本的に私3ヶ月だと思ってますので、3ヶ月で成績を収める、成績を出すとかね、いうので、3ヶ月で2000万出しました。まあ、それが、あだとなく、ね、他の人たちから村八分、村九分、みたいな感じになりましたけどもね。世界が違いますから。こっち3分でやって、お金をもらって、テレビに一気に出て、何億っていう世界だから。やっぱりね、うん、はっきり言えば、社会人の人は、ね、怠けても怠けなくても一生懸命やっても、給料は、必ずいただきますからね、ボーナスも。すごいなぁと、私は思います。ボーナスとかもらえない、職業だったんで、うん、弁当1個とか、そういう手伝って当たり前の世界だったんで、仕方ないとは思いますけれども、うん。まあ、それが逆に悪かったんでしょうね。3ヶ月で成績出したんで、出さなければ、やっぱり会社としては、早く、一つでも早く、こう成長してほしいし、結果出してほしいから、と、私は思ったので、ちょっと生意気にも、やること、仕事としてやることだけですね。やったんですけどね。それが、まあ、逆に敵を作ってた、うん。まあ別に敵を作るわけじゃないし、みんなのお金になるから、本当はいいんですけどね。目の上のタンコブ、まあ、心が狭いですよね。それはでも、そういう人だったらしょうがないけどね。まあ、いずれ自分も、そういう風な目に遭うと思いますが、神様は見てますしね、神様は空から見てますから。ということで、これね、YouTube でいつも見てれば、まあ、ご視聴ありがとうございました。次のところでまたお会いしましょう。あと、チャンネル登録、もうちょっとです。よろしくお願いします。100人いったらもう超すごい。バイバーイ。